んにちは、ヤミーです。手軽に使えるオーブントースターで毎日に役立つレシピをご紹介していきます。今回はサバのホイル包み味噌煮、では作っていきましょう。ではサバの方は皮の方にですね、切れ目を入れます。皮の太いところですね、ここに2本切れ目を入れます。こうすることで火の通りを均一にするのと、あとは皮が破けないようにしています。そしたらこのサバに今度は熱湯をかけますね。熱湯をかけたらこれを取り出して、ちょっと熱いのに気をつけてくださいね。水気を取ります。熱湯をかける意味は臭みを取るためなので、これをやると断然ちょっとあとの仕上がりの風味が良くなります。まずはですね、味噌煮なのでお味噌ですね。お砂糖、ここで一度一旦混ぜ合わせておいた方が後からスムーズに混ざります。みりんです。最後に酒を混ぜます。これだんだん粘りのあるところからちょこっとずつ水分を加えていくようにしています。じゃないとダマになりやすくなるので、そのような順番で加えていくといいですね。では続いて調理をしていくわけですが、通常はお鍋で作りますよね。でもこれはこちらですね、オーブントースターのトレーの上にアルミ箔を置いてます。ここに先ほどの調味液ですね、タレの方を半分ぐらい下に敷きます。先ほどのサバを置いて、生姜、こちら薄切りにしてあります。皮付きのままですね、香りが強くなるので皮付きのままにしてるんですが、もうちょっとマイルドな方が良ければ皮は剥いても構わないです。私生姜の風味がたっぷり効いてる方が好きなので生姜の量は多めですけど、お好みで変えていただいても、ちょっと少なめにしていただいても大丈夫です。でここに先ほどの残りのをかけますね。はい、これであとは包んでオーブントースターで焼いたら完成になります。でここはですね、下に下がってると調味液がこぼれてしまう可能性があるので、上にこのように引き上げて折りたたみます。はい、こっちも引き上げて折りたたみます。はい、このような感じですね。これでオーブントースターに入れていきます。では包んだこちら、もうこれをあとはオーブントースターに入れて、ね、15分、もうこれで加熱するだけで完成になります。はい、ではできました。生姜のいい、生姜と味噌のいい香りがしてるんですよ。入れた時とこの段階では何も変わりはないですが、では開けていきます。ちょっとここも熱いので気をつけてくださいね。こんな風にもうちゃんと火が通ってます。では盛り付けていきますね。おー、すごいいい香りですよ。では仕上げに白髪ネギの方にかけます。白髪ネギを上に乗せます。できました。いかがでしたか？このレシピは煮魚を作るのがちょっと苦手だなっていう方にも簡単に手軽に作っていただけますので、ぜひ試してみてくださいね。今回のサバの味噌煮以外にも、こちらの本にはいろんなオーブントースターで手軽に作れるレシピがいっぱい載ってますので、ぜひ見てみてくださいね。